元衆院議員でタレントの東国原英夫、64、が21日、CBS 系、ゴゴスマーゴーゴースマイル、月曜から金曜午1、55、に生出演。ロシアのウクライナへの軍事侵攻について言及した。だから、今回の停戦協議もある程度プーチン側に完全に敗北させた、負けたと思わせないようなラインの取り方っていうのが重要じゃないかなって思ってるんですね、と主権を述べた。さらに、ルガンスク、ドネツクとクリミア半島の独立を認めるかどうかがポイントだとずっと思ってる、と言い、ここをどうするかですよね。どっちつかずになるんですが、継続協議という形に落ち着くんじゃないかなと思ってます。これを独立を認める、認めないだったら平行線ですわ。ですから、この辺の落としどころっていうのは非常に注目してます、と自身の考えを語った。